G&L のサバンナコレクションという、アサットデラックス、の、ギターを買ってしまいました。ですね、トップが、コリナですね。それで、バックが、マホガニみたいな、オスメっていう木みたいなんですけど、の、なんか信頼みたいにこう、中空になってるね、ギターです。ネックはね、なかなか素晴らしい、こうトラメバリバリのいいネックがついています。で、指板はローズじゃなくてね、これパーフェローだそうです。そんな感じで、ちょっとですね、まあ見た目わかんないんですけど、仕様を変更しまして、普通はこっちがトーンで、こっちがボリュームになってるんですけども、これは、ちょっと配線をいじってもらって、こっちが、こっちのボリューム、こっちがこっちのボリュームというような形に、しています。で、引っ張るスイッチをこっち側になってたんだけど、こっち側にしてもらって、で、これ引っ張るとシングルコードになるというような、そんなギターでございます。はい。もうご覧いただいた通りのこうテレキャスター型の、ギターなんですが、まあこんな風にピックガードもこんな当ててて、このストップテレピースで、ギブソンみたいな形になって、もうフェンダーともギブソンとも、つかないような、ギターになってて、まあちょっとそこら辺が面白いかなというところですよね。で、ピックアップはこっちが、ダンカンの JB で、こっちが59っていうやつですね。いわゆるパフみたいなタイプのやつです。こっちはね、ものすごく下げちゃって、全然歪まないようにしてて、ややこっちは高音域側を上げ目にしてて、歪むようにセットしてみました。はい、そんなわけで音色なんですが、こっちのピックアップね、結構クリアな音で、で、センターで、これなかなかね、いい音ですね。で、フロントで、こんな感じですね。で、これが例えばトコンと引っ張るとシングルに、硬い、かなり硬い音ですね。で、こっちのの音はね、なかなかかなり差があるという。で、結構歪ませて、ギンギンに歪ませてもらう。このぐらいにしてても、例えば A カブだからそこそこ、クリーンな音が。そんな感じでございます。でね、実は僕は昔からじゃない、このユニットをやりだしてから、そのテレキャスターデラックスが本当欲しかったんだけど、そのなかったんですよ、左用が。それで、ついに G&L で、まあこれどっちかというと穴の開いてない新ラインっていうのに近いんですけど、いい感じの見つけちゃったんで、なんかね、構造はギブソンだけど、こういうネックだとか、そういうなり方はフェンダーに近いっていうね。で、まあ、ちょっと理想的かなと思って、買ってしまいました。ちょっと、これから、このギターもね、SG に合わせて使っていこうかなって思っています。